皆さんこんにちは。あ、さすがに怪しいか。皆さんこんにちは。今日もひろみかみチャンネルへようこそ。ボンジューブパリナウです。ちょっと喧騒がありますね。今回はですね、昨日まで泊まっていたパリ左岸のボンマルシェの近くにあるルピティアホテルからホテルを移動するので、そのホテルのルームツアーをやっていきたいと思います。パリの左岸から反対側の右岸の、ここはだいたいね、なんて言えばいいの、オペラまで歩いて10分ぐらいだから、割と渋谷みたいな感じの近くにある代官山的な感じかな。おしゃれなレストランとかがすごい多いエリアにあるホテルを選んでみました。全然前回とね違う雰囲気を味わってみたかったので。で、今回のホテルはですね、ドロテ・メリックゾンっていうデザイナーが、結構今パリで話題のデザイナーさんがホテルを何軒かプロデュースして作ってるんですけれども、そのデザイナーさんが作ったホテルパナシェというホテルです。こちらじゃんじゃじゃーん、この一角がホテルですね。結構デザイナーズホテルあんまり泊まったことがないので、どんな感じかなって感じです。これがホテルの、あ、これはカフェですね、失礼しました。結構なんかあの黒を基調にしたデザインで、ちょっとアンティーク調の可愛いホテルなんですよ。結構ちっちゃくてね見えにくいんですけど、入り口がこちらになります。結構可愛いよ。じゃあ入っていきますよ。一応ホテルのレート的には4つ星ホテルになります。で、ここの最上階のスイートルームが意外と良心的な値段だったので、そこに泊まっていきたいと思います。ボンジュール、ロビーはこんな感じ。うん、かわいい。で、ボンジュール、こんな感じに1階にサロンがついてます。ここもなんかちょっとパリの人の家に遊びに来たみたいなハイセンスな空間ですよ。ハイセンスに見えてるかしらこれ。私の撮り方下手なのよね。こんな感じです。なんかちょっとアンティーク感が強いですね。あ、あの照明かわいい。じゃあ早速お部屋に上がっていきますよ。先にもう事前にチェックインはしてたんですけれども、ちょっと私の苦手なポイントが一つありまして、エレベーターがね激狭で揺れるんですよ。で、私が泊まったのは最上階のスイートルームなので、7階かななんですけれども、このエレベーターに乗らないといけません。で、パリは1階が1階じゃなくて0階っていう表記なので、7階だったも実際には8階建ての建物になります。はい、じゃあ7階を押して、まあでもデザインとか可愛いんですけどね、本当に狭いです。本当に何だろう、人が2人乗ってギリぐらい。だからね、このエレベーターは結構ね怖いんですよね私。はい、7階到着です。でもところどころ可愛い要素が詰まってるんですよね。この床とかさ、このランプとか、わかる、なんかアンティーク感なの。ほら、絨毯も意外と可愛いんですよ。階段もね、日本では絶対見ない感じ。なんかパリっぽいよね。あ、すごい酔いそう。はい、じゃあ早速部屋入っていきますよ。私が予約したところは701号室で、一応このホテルで一番いい部屋なのかな。だいたい50平米ぐらいのスイートルームになります。で、ちょっと待ってね、あれ電気がつかない、あれ電気がつかない、なんだ、ついた。はい、まずはこれがリビングルームです。こんな感じのリビングがついてます。テレビがあって、もうライトとかがねいちいち可愛いんですよ。こういう、わかる、ほら、この感じがすごい可愛くって、この部屋を予約した。ミニマムよ、なんだかデザインが。でもこういうところとか意外とおしゃれだし、あとね、このグリーンとの配色がすごい可愛いんですよね。
壁紙とので、窓もついてます。この部屋には2個、こんな感じで、あ、すごいビューは悪い、こちら側の。でも反対側に期待しましょう。あ、電話とかもいちいちおしゃれですね。あ、可愛いですよ意外と。で、なぜかここにはバルコニーじゃなくってゴルフのプレイルームがついてます。なんで？こんなの難しすぎない？できません。あ、全然うまくいきません。これいる？で、お部屋なんですけれども、寝室がこんな感じです。こんな感じ。あ、でもなんか可愛いっちゃ可愛いですね。ハイセンスです。この壁とこの照明の感じが結構素敵ですよ。で、こちら側にも窓があって、こっち側はストリートを一望できる感じです。あ、すごいパリ感。あ、すごいパリですね、この景色。いい感じです。はい。で、問題がね、僕お風呂場だったんですよね。思ってたのと違ったんです。あ、でも可愛いわよ、すごい可愛いの。ほら、わかる？真っ白で大理石でアンティークな感じ、可愛いんですよ。可愛いんですけど、あ、一応気持ちを変えるために泡風呂を作りました。可愛いんですけど何かが違う。まあでも可愛いからいいかって感じです。おトイレとかはこんな感じ。はい。これ何なんだろう。あ、体重計、斬新ですね。はい、こういう感じです。あの、バスタブ付きの部屋とバスタブなしの部屋があるそうで、リクエストの時に言うといけるそうです。で、基本的にはスイートには全てバスタブが付いてるそうですよ。クローゼットはこんな感じです。シンプルイズベスト。はい、ということで、今回、ホテルパナシのルームツアーをさせていただいたんですが、なんとなく私はこのホテルが好きじゃないので、ホテルを変えようと思います。なので、今から、先ほどあのホテルの人に交渉したら、1泊分のキャンセル費で、この7泊分全部キャンセルできるってことだったので、1泊分キャンセル費を払って、次のホテルに移動します。で、移動する理由は、別にこのホテルすごい素敵で可愛いんですけれども、なんとなく個人的に、なんて言えばいいんだろう、なんかちょっと違ったの。だからデザイナーズホテルだからかな、もしかしたら。なんでこういうちょっとコージーな雰囲気でゆっくりしたい人にはとってもおすすめなホテルです。でももうちょっとなんか快適さを求めるんであれば違ってもいいのかなと思います。はい、ということで、無事に前のホテルがキャンセルできたので新しいホテルにやってまいりました。じゃじゃん、ル・ジャルダン・ドゥ・フォルボーグみたいな名前のホテルです。これもデザイナーズのホテルになります。でも前のホテルよりはちょっとランクがいいのかな。で、エリアとしてはマドレーヌ広場近くの大使館が密集してるエリアなんで、とっても静かなのもポイントですよ。資生堂スパが入ってるのもポイントなんですよ。このホテルちょっといい匂いなんですよ。それがいいですよね。パリのいいホテルって結構匂いがいいところが多いんじゃないかなって、むしろ匂いがいいところが目印になってるんじゃないかなと思います。エレベーターはこんな感じやってまいりました。私が泊まるのは110番です。やだ、縁起がいいのか悪いのかわからない。じゃじゃーん、こちらはデラックスダブルというお部屋になります。でも可愛いですね。ただ非常に狭いです。じゃんじゃじゃーん、流しです。あ、ちょっと気に入ったのはこれ、アメニティがね、ジョーマローンなんです。しかも私の好きなライム&バジルです。
でお風呂をためて部屋のに匂いを充満させてます。バスタブがあるのも完璧です。シャワールームはありません。でこっちがタオルじゃなかったトイレです。はい、この部屋は中庭に面しててこんな感じにこの建物のエリアが一望できるエリアになります。もう浴室はもうちょっと高い部屋が背が高い部屋が良かったですけど、まあでも良しとしましょう。クローゼットなんですけれどもこんな感じです。必要最低限ある感じですね。パリへのホテルあるあるです。こんな感じなんで、ここに今からアンパッキングしていきますよ。クローゼットの中にかけるようにしてます。でこれポイントはシャツとかはちょっとシワになっちゃうじゃない、こういうの。これをね、あっちに行けない、お風呂場にお風呂をためて干しておくといい感じにシワが伸びるんですよ。なんで海外先で僕はアイロンも持ってきてますけど、アイロンかけるのがだるいなって人はアンパッキングしたら洋服をお風呂場にかけると覚えておくと便利ですよ。はい、このホテルにせっかく来たのでちょっとホテルの中を紹介していきたいと思います。ジムはこんな感じです。必要最低限のものがある感じですね。これマドンナが持ってるなんかすごいやつだ。ちょっとプールがねチラ見せになってしまってごめんなさい。じゃあ後で行きますね。階段とかいい感じよこのホテル。ごめんね、私のリアクションが薄いのはこのホテル来たことあるんですよね、さっきも言いましたけど。だから若干リアクション薄いんですけど、いい感じです。朝食であり、中の庭はこんな感じです。やから多分いける気がする。あんまりタップウォーターって普通のお水ってことなんで外国で飲まない水に私当たりやすいから、はい、じゃあタップウォーターいただきます。はい、ということで命かけでタップウォーター飲みますけど、もうさっき飲みましたけど、はあ、うまっ、意外と美味しかったです。すいません文句言って。基本的にはねボトル入りの水が欲しいんですけどね。まあ今日はこれにしましょう。でも意外と味が美味しいです。サウナ入ったらね水飲まないと脱水になっちゃうんで、うん。じゃあ私マッサージの役してるんでマッサージはさすがに取れないのでマッサージ行ってきます。さよなら。はい、ということで今日は2つのホテルのルームツアーをさせていただきました。皆さんご覧くださりありがとうございました。スパ行ってもう完璧です。お腹もいっぱいです。すごい完璧です。お肌もパンパンツルツル。あ、そしてもライト焚いてるから飛んでる。はい、なので皆さんまたぜひあとパリ編は1個ぐらい頑張って撮れるかな。でもたかしが怖いかなと1個と言わず2個ノルマの4つを撮ってから帰りたいと思います。パリはねもう8時なんだけどまだ全然明るいんですよね。いい感じ。よし、照明が大事だ。いや、おやすみなさい。